ハロー YouTube、 どうも瀬戸健です。最近禁酒をして気づいたことがあります。それはアルコールはクソということです。最近俺はコーヒーにハマっているので、コーヒーに合うものを作っていくぞ。ユーキフレンチトーストだ。まず卵を割る。なんか俺卵系の料理しか作ってないな。そしたら牛乳を100ミリ、砂糖を大さじ1杯入れて混ぜ混ぜて、牛これで汁は完成。そしたらパンを2枚刻み、ジップロックへ入れる。そしたらジップロックに汁を入れていく。汁を入れたら全体になじませ、冷蔵庫で寝かせる。俺は今回15分で行うが、できるなら1日寝かせてもうまいで、やってみろ。極工夫運動、極主夫への道。15分寝かせるつもりが、私が30分寝てしまっていました。なのでここからは時間外労働です。ということで焼いていきましょうか。フライパンを温めていく。もう若干温まったなぁとなったら、バターを投入。ああ、ええ感じで使っとるわ。じゃあ焼いていきます。フレンチトーストは弱火でじっくり焼くのがコツや。焦らずゆっくりと焼いていきましょう。軽く焦げ目がつくぐらいまで焼くんや。おーおー、こんぐらい。で、呪術廻戦もそうなんやけど、チェンソーマンが今もう一番楽しみで、もう早う見たい。もう楽しみで仕方ないで。はぁはぁ、焼けたぞ、ユー。もうめっちゃふわふわで、うまそうやな。そしたらコーヒーも入れて、ちょっと濃いめがいいかな。甘いものと合わせるなら、ブラックが一番や。ケーキシロップをかけて、このままいただきますと言いたいところだが、このままでは熱いので冷ますぞ。ふん、いただきます。めっちゃうまい。ふん、コーヒーにもベストマッチ。ごちそうさまりく。Today's Setokin's Point。100分。めっちゃうまいわ。コーヒーともめっちゃ合うし。そして何より簡単に作れる。画面の向こうの翔くん、ぜひ作ってみてくれ。コーヒーも忘れずにな。案外うまくいったけど、こんなんはまだ序の口や。極主夫への道、続く。チャンネル登録、高評価。しろ、口が悪い。